こんにちは、ごはん日記です。今回は視聴者様からリクエストをいただき、銀座久兵衛さんのご紹介です。銀座久兵衛は昭和10年に銀座で創業。魯山人や歴代の総理大臣などに愛され、オバマ元大統領が来日の際にはこちらで会食をされるなど、言わずと知れた銀座の名店です。シャリをください。こちらがメニューです。チラシか握り、そしておつまみと握りがついた寿司懐石。こちら3つに分かれていて、その中でまたさらにグレードの違いがあります。構成はシンプルなんですが、何が出てくるのか内容が分からないので、メニュー選び、私はすごく迷ってしまいました。結局、食べたいものがあれば後から追加をすればいいので、とりあえず寿司懐石の一番下のコース、信楽をいただくことにしました。ちなみに私が伺ったランチタイムは全メニュー2000円引きでいただくことができました。どうもありがとうございました。一品目、煮こごりです。お魚たっぷり。タイやクエなど白身魚を中心に使っていらっしゃるそうです。そして何て言ってもプルプル。振ってみましたが、ちょっとこれは意味なかったですね。すみません。かぼすの香りがすっきり爽やかに旨味を引き立て、とっても美味しかったです。二品目、糸もずく。強めに効いたお酢に生姜のアクセント、定番王道的なお味ですが、落ち着いていただけてそれが嬉しかったりするんですよね。3品目、お刺身はカンパチと中トロでした。
刺身、脂が乗ってすっごく美味しい。ネタの良さが際立ちました。どうした？温かいの冷たいの？はい、上がりをピン。上がりをピン、はい。すいません。もちろんです、もちろんです。結構好きな方多いです。ああ、すみません。ありがとうございます。はい。ゲソンしないでください。はい。俺は踊りに下手くれる。はい。紫。まあ、それはまた入るんですけどね。まず、だけではない。ああ。もしあれでしたら、わかめとか、みょうがは、四角よたらポン酢もね、相性よろしいかと思います。ありがとうございます。使ってみてください。4品目の焼き物はタチウオでした。プリプリで肉厚なタチウオは脂が乗り、お刺身同様ネタの良さをすごく感じる美味しさです。シンプルに美味しく落ち着いていただける安心感。これもまた素晴らしい個性であることを再確認しました。脂が乗ってすっごく美味しい。白身魚の脂の旨味、たまりません。当たり前のように滑らかなわさびをいつもいただいてましたが、知らないところでこうやって手をかけられてたんですね。きっとここでいただくいろんなものに手間と時間がかけられているのだと思います。ガリは塩味、そして特に酸味が強く、甘みはないタイプでした。五品目はアオリイカの軟骨を七味醤油で焼いたものでした。軟骨と聞いてコリコリしてるのかと思いきや、コリコリ感は全くなく、弾力があり柔らかい食感でした。
イカと七味醤油が焼かれた時のあのたまらない香ばしい香り、あの風味が味わえる一品でした。6品目はニンニク醤油と生醤油をかけたカツオのお刺身でした。こちらもまたネタの良さを感じる一品。漬けまではいかない、でも漬けに近い絶妙な食感がとても美味しく、ニンニクが程よく効いているのも好みでした。以上が信楽コースのおつまみでした。おつまみはどれもシンプルながら素材の良さを感じる美味しいものばかり。握りだけのコースと迷いましたが、寿司解析にして大正解でした。そしてカウンターの向こうでは握りの準備が整い、握りが始まろうとしています。動画が長くなってしまいますので、ここから先はまた次の動画で。職人さんが握っていらっしゃるところをたくさん撮ることができましたので、ぜひ握り編もご覧ください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。サブチャンネルもありますので、そちらも見ていただけましたら嬉しいです。銀座久兵衛さんの情報は概要欄に貼っておきます。それでは後半の握り編でまたお会いしましょう。バイ。